アメリカの半導体大手インテルは15日、イスラエルの半導体受託生産会社タバーセミコンダクターをおよそ54億ドル、6200億円で買収すると発表しました。半導体需要が高まる中、インテルはこの買収により生産能力や技術を強化する狙いです。